ですけど、結果的にこれまでの歴史的にも人間、人間の能力っていうのでいうと、ゴルフの世界全体です。基本的にトップアスリートは全部ホールインワンするつもりで回らないと、アンダーを出し続けるのが関心です。成績でいうと100点を狙ってでは勝てないです。だから100点を目指して狙って120点を目指してくれたりするチャレンジがあるというわけですね。そして100点というと、やっぱり10点を狙った時点で本番に出るときに100点になって、100点取れる選手というのは200点狙っていかないといけない、そういうアスリートだと分かりやすい違いがあるということですね。アスリートは常に日常的に潜在能力を使っているんですか。